ちってどんな集まりなの？全員クラス違うよね。なんて言えばいいのかな、友達。でも野崎くんの口から友達って宣言されるのはなんかこう望み薄い感じで、それはそれでショックというか。マンションの一室であれやこれやする中だ。いかがわしすぎるだろう。田島くん、放課後のケーキの約束どうしよう。泣かないで、必ず抜け出して迎えに行くよ。かしま、かしまくんってバカなの？なんだこれ。そんな、こんな可愛いマーク使う人なんて女の人以外。いや、え、どっちだ。しょうがない子だね、一緒に塗ろうか。かしまくん、こぼしちゃった。にゃん、汚れちゃった。川島くん、仕事増やしてどうする。で、私を殴った備品も壊れた。共倒れだね。作り直しかない。いい加減にしろ、てめえ。ほら、川島、なんかパーツなくなって。いつもいつもいつも。待て、川島。おい、動かすな、こら。いいやつ。下着一つでそこまで。でもそうか、先輩は下ネタ振るとあんなご機嫌になるんだな。なるほど。カシマ、なんだこりゃ、ぐちゃぐちゃじゃねえか。先輩のパンツってブリーフなんですか？せっからかよ。もう直接聞くよ。部長、私と野崎どっちが可愛いですか？野崎。カシマくん、でも私も野崎くんかな。慰めてよ。結婚式な、絶対に呼びたくねえな。え、というか彼女できても絶対教えねえよ。先輩、なんでそこまで。カシマくん、取られるからな。なるほど、その日は用事があって。嘘つけよ。お前暇だろ、こっちは予定してんだぞ。週の火曜日なんだけど、遊ばない？てめえ、それ先週俺が誘った日じゃねえか。何同じ日指定してんだよ、意味がわかんねえ。俺を持って遊ぶのもいい加減にしとけよ。落ちる。え、ん、何だ。サボっちゃおうか。おい、何してんだよ野崎、どう考えてもちげえだろ。鈴木はマミコ以外にはふらつかない。お前なんでその名前にしたんだよ。今すぐ帰ろう、やり直せ。じゃあこれにする。あ、こいつどことなくさくらに似てないか。野崎、もしかしてこのシナリオが一番いいってネットに書いてあった。ネタバレ呼ぶなよ。映画のチケットやるよ。なぜ友田はここまで献身的なんだ。お前に一体何の得が。もうそこはどうでもいいだろ。いや待て、そうか。さては主人公に気があるんだな。なんというアピール。だからゲーム変わっちまうだろ。何でもかんでも恋愛につなげんな。そうなんですよ、周りいつも女の子ばかりで、こういうの緊張するっていうか。でも今日は勇気振り絞っちゃうぞみたいな。なんで俺が女役なんだよ。いや、もし女の欠員が出た場合必要なんねえよ。お前は俺のプライドを痛く傷つけた。見てな、魅惑のトーク術披露してやるぞ。綺麗だろ。すごいだろ。楽しい。ありがとう。俺面白い。ありがとう。プライドどうした。まあまあ、俺は漫画に書いたくらい合コンのことには詳しいぞ。何やってんだよあんたは。で嫌なら断れよな、このバカ女。つまり合コンは強引に連れ出すか連れ出されるか、かっさらうかしておけば間違いない。お前絶対合コン行ったことねえだろ。じゃあ俺が女役をするわけだが、ちょっとキャラ作ってくる。え、野崎梅子だぴょん。今日はイケメン食いに来たぴょん。好物は人参だぴょん。キャラ付け雑すぎね。悪いな。では俺たち女サイドも軽く自己アピールしておくか。
私、野崎梅子17歳。男なら誰でもいい気分で来ました。今日は1人か2人持ち帰る予定です。なんでそんなガツガツしてんだよ、梅子！まずはサラダかな。嫌いなものはないか？飲み物はどうする？何かつまみでも作ろうか？梅子、女子力高え。ほら、さくら、手本見せてやれよ。さくら千代、16歳です。好みのタイプは身長190センチ、黒髪短髪、鋭い目つき。同い年でちょっとぼんやりしてるけど男前。それ以外の人には正直興味ありません。今すぐ帰れ、合コン組んだ。最近ねえ、聞いてみこりん、野崎くんがこの前デザート作ってくれたんだけど、すごく美味しくてね。それででね、野崎くんがその時なんて言ったと思う？いや、野崎くんがね、こういうデザートは冷やすときが肝心だって言った。お前ら、合コンには絶対行くなよ、迷惑だから。カシマくん、これ食べて。こらこら、喧嘩しないで。お姫様たち、君たちの笑顔が見られればお腹いっぱいだよ。ああ、私はなんて幸せ者なんだ。結局合コンは鹿島の一人勝ちだったらしい。ケンさんの魅力はクールってだけじゃないぞ。なんといっても連絡が早い。メールを送っても5分後には。修正の件了解しました。そして電話をしても1分後には。メールでお願いします。野崎くん、やっぱり嫌われてない？え、どこですか？原稿届きました。今日は暑いですね。編集部でランチタイム。誰か飯作ってくれる子募集中。ドジっ子注意報、バラバラになっちゃったぜ。いい加減怒ってください。次はゾウとかどうですかって。タヌキの次に可愛いって。どんな無茶ぶりだ。でも、像が大きすぎて背景が入らないのよね。どうしよう。問題はそこじゃない。あれ、夢野先生。あ、もしかして僕が来てるって知ってアドバイスもらいに来たんですか？ダメですよ、いつまでも前の担当にべったりじゃ。大人になってくださいよ、ね。ついで、大人になって。さすがケンさん、返事が早いな。あんた、少女漫画以外描けないだろうが、漫画なめんなよ。つまりお前は少女漫画を極めろよということか。さすがケンさん。野崎くんってケンさんに対してだけ異常にポジティブだよね。今日一日俺はマミコとして過ごそうと思う。また無茶苦茶なことを。マミコって呼んでね。で、まずはこれだ。お弁当作りすぎちゃった、食べて。マミコの手作りお弁当？な、何やってんだあの二人。すごいな、これが敵に回った女子か。マミコはいつもこれと戦っているわけだな。ケツまくって帰りな。それより、なんでこんなもんで運ばれてたんだ？なんか重さで腕が痛むの嫌だって。そうか、お前くらいなら俺でも持てるぞ。あ、やべ、こいつも一応女だからこういうのは。そんなの私にだってできますよ。張り合うなよ。シュート。若松？あ、野崎先輩、お久しぶりです。中学の時はスタメンで活躍しててすごくかっこよかったのに。そうか、俺は今の自分の方がイケてると思うぞ。え、どの辺がですか？ベタフラッシュが描けるようになった。それかっこいいのか。